はい、どうも、エータでーす。今回は日光サーキットにやってきました。サーキット走るのは去年のモテギ、正月のモテギぶりかな？年末か。エンジンブローしちゃって、そこからの復活なんで、すごい楽しみです。うん。だから去年はモテギしか走ってないんで、もう2年ぶり、2年越しぐらいの思いでようやく走れます。はい。でね、今ちょっと受付やってきて、これからゼッケン貼って、あとポンダつけて、っていう感じですね。で、今日の走行会は、6連星さんっていうところの走行会に来てます。はい。とりあえず今ゼッケンは貼ったんで、とりあえずちょっと荷物を下ろしていきます。新しく買ったミシュランのタイヤカバー、どうしよう、これ後ろに置けばいいか。ポンダはリアのナンバーのとこにこうボルトでねつけるタイプ、走行会によっては室内に入れたりっていうのもあるんですけど、今回はこちらです。ちょっと4点ベルトをねけます。このアイボルトがここにシートベルトのところにこうあるんで、これを、あ、これが外れちゃってる。こういうクロスする感じで、でこっちのチャイルドシートにつける人いるんですけど、ここは結構溶接が弱いんで、あのスポーツ走行は取れちゃいます。チャイルドシートぐらいは平気なんですけどっていう感じです。で、一応走行会はナンバーつける必要ないんで、ナンバーを取って、まあ、こちらのね吸入吸気量、風量を上げてあげて、冷えやすいです。こちらのフロアマットとかも、あの万が一の時こうフロアマットが暴れちゃったりとか、砂ぼこり上がっちゃったり、ペダルに挟まったりっていうことがあるんで、走行会の時は絶対取った方がいいです。はい。で、まあドリンクホルダーとかもね一応全部取って、まあ何か危ないものはね全部取ります。助手席のフロアマットとあれも取ってないんで、ちょっと今から取ります。はい。で、まあ4点もね、OK でしょ。で、リアもこんな感じ。で、空気圧抜いていくんですけど、今どんぐらい入ってんだろう。なんかダメだな、これ漏れるな。あ、来た。今 2.435 ぐらいかです。で、冷感で 1.9 ぐらいからスタートして、温感は 2.34 ぐらい狙いたいんで、ちょっと 1.9 スタートでいきます。ナットもちょっとトルクレンチで締めていきます。よし、オッケー。いつもみたいに GoPro がバグんなきゃいけない。この荷物の量、この工具あれば何でもいけるよ。今日ね、ここ来るまでに4足でちょっと踏んだんだけど、いきなりうわーって言ってクラッチが滑りました。日光4足多分一瞬なんで、多分なんとか持ってくれるんじゃないかなと思うんだけど、小倉のメタルツインいっちゃいますか。
僕ここ来るまでになんか太っちゃったみたいで、もうスレージングスーツがきつくてパンパン。まあ車が軽いからいいですじゃあ1回目の撮ってるよね。撮ってる。1回目の走行行ってきますよ。ちょっとなんか緊張するわ。日光はね、5年前にスカイラインクーペで昔走ったことあるんですけど、ね、UAB では初めてなんで、ちょっと緊張します。とりあえず最初制御全カットじゃなくて1段階切ってスポーツモードで行ってきます。雨降ってきた。マジ？どうですか。あのね、ブレーキが効きすぎる。6連生は無料で食べれるお菓子があるんですよ。あーどうしよう。あ、俺す、あーこれがいいな。これと男は黙ってチョコバット。よし、とりあえず第一ヒートが終わって41秒155。まあ一発目の走行だからちょっと、まあ、全然しっくりも来てないで、まあとりあえずな感じでこんなタイムです。で、とりあえずね、僕のクラスでは今のところトップ。まあちょっとクラス替えが多分あると思うんで、とりあえず40秒前半、まあ1秒ぐらい、1秒は削れないかなぐらいはちょっと出したい。でもちょっと雨が微妙だから、午後雨だから次のヒートでもうちょっとコンマ5ぐらい削りたいです。
目が怖すぎる。やめたね。俺もやめたもん。全然急にグリップ下がったね。俺もやめた。急にグリップしなくなるね。雨怖い。危ない危ない。俺もやめちゃったよ。こっちの56コーナーもなんかもう外側のグリップ一気に抜けちゃって、今うわーって行ったね。雨怖い。雨危ない。3本目走り終わったんですけど、雨がひどすぎちゃってめちゃくちゃ滑っちゃって、もタイムアップは狙えなかったんで、まあ、40秒6ってところです。一応ね、一番速いクラスに変えてもらってこんな感じです。はい、スーパーラップっていうのがあって、まあ、1回タイムアタックがあって、まあ、1位の人とあと6がつく人に賞品が当たるみたいなんですけど、ちょっとそれの1位を狙おうかなと、まあ、4区を生かしてね。で、今一番上の速いクラスなんですけど、ちょっと走ったらあのトップタイムなんで、まあ、スーパーラップ1本しか走れないんで、バッチリ決めて1位を狙いたいと思います。はい、間もなく終了となりますので、まだあと10分程度ですね、フリー走行の方をしたいなと思っておりますので、まだ今日走りたいなと思っている方がいらっしゃいましたら、ピットロードの方へお眺めいただければと思います。
気圧高くしすぎて制御入りまくりで、ちょっとズルズル滑りまくっちゃった。やばいかも、1位取れないかも。スーパーラップ、今日はやってくれ、チャレンジしてくれた方が、少ないな、27台、そのうちの、2台はなんだろう、アタック中のスピンで失格となっているので、実際は25人です。これは6がつく数字を表彰いたしますということだったので、25だから26位がないということです ね、 ね、じゃあ一番、26位がないので16位ですね。はい、16位、俺だと思う人います？俺16位かなみたいな。じゃあ16位はゼッケン38番、マッサさん、タイム50秒187です。おめでとうございます。はい、これはでっかいプリン4つなのでお家のお土産になります。次は、じゃあ16とか6も6位、俺だと思うと6位、ゼッケン16番、タイム46秒678。おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。はい、そして1位ですね。1位ですね、スーパーラップ1位、俺だと思う人。あ、何で出てる違った、恥ずかしそう。はい、ごめんなさい。まずタイムが、スーパーラップタイム43秒801。雨の中すごいいいタイムですね。はい。はい、ゼッケン26番、バイレーシングユタさん、おめでとうございます。宣言通り、あ、すごい、おめでとうございます。じゃあ皆さん一言。車のおかげです。はい、おめでとうございます。記念写真、はい、おめでとうございます。今日は無事に終わったんですけど、スーパーラップで見事に優勝1位ですよ。宣言通りもらえました。でこれちょっと何入ってんだろう、見たいんだけど、ちょっと待ってて、これをこれは何入ってるか見たい。お、クオカード2000円分、あざーす。でこれもね、なんかこういうのもらうの初めてで嬉しい。でドライの結果は40秒5 で全体で数えると4番目ですね。トップが40秒1です。ほぼ2段、199でね、もう一個じゃんけん大会でね、これカニ最高じゃない、1キロぐらいらしいです。よかったです。カン君何もらった？僕はですね、ラホーですね。ラホー。12個も入ってますよ、これ。マジで。毎日食べたいと思います。これでもうね。またね、ウェイトハンデを稼げる、うん。そうだね。私は40秒561。ユタと100分の5秒差。515。100分の5秒。まあ3ヒート目走ってたらもっと多分縮められたね。うん、ちょっと負けちゃったんですけど、また雨になっちゃったからね。そうですね。またリベンジで、まあ、ラを食ってリベンジしたいと思います。そうだね。という感じで今回は以上です。